おはようございます。おはようございます。いよいよリンゴルフフューチャーズトーナメント決勝戦ミッションヒルズに谷田選手、高山選手やってまいりました。最終決戦第1ラウンドいきます。よろしくお願いします。1ラウンド、はい、4番ホールにやってきました。このホールは約3、4年前にティーの場所が変わり400ヤード以上のホールになってしまって、5番目ぐらいの難関ホールになっています。うん、ナイスショー。インテンショナルフェード？ちゃんと意識して回転だ。ちょっと高山選手3番ホールのボギーを取り戻したいところ。うん、ナイスショー。綺麗にフェードかかってど真ん中に飛んでいます。女子には距離的に厳しいホールが続いています。4番ホール残り200ヤード、ちょっと右に描いて右バンカーの右ラフに飛びました。谷田選手残り180ヤード5ユーです。お、ピンに向かって筋って飛んでっています。あとは距離多分乗ったと思います。ナイスショー。ありがとうございます。さあ高山選手長い400ヤード以上のパー4をしのぎ切ることができるか。ちょっと強い、約 2.5 メートルオーバーしてしまいました。谷田選手ファーストカットまで出てしまいましたがパターで問題ありません。下りのスライスラインになります。読みくることができませんでした。さあ高山選手上りのスライスラインですがアウトサイドレフトぐらいかまたはレフトエッジかそのぐらいの曲がり具合だと思います。上りのスライスラインセーブできるか。かなり曲がりました。ボール1個アウトサイドだったでしょうか。谷田選手難関2ホールをパーでしのぎました。さあ5番ホールパー3にやってまいりました。池越えのパー3です。ペニシュラグリーンになって、向こう側も池立ってます。5ユー177ヤード。おお、これはピンに向かってピンの右に向かってまっすぐ飛んでナイスショットです。距離は乗ってます。ナイスオンです。ありがとうございます。谷田選手ユーティリティが冴えております。これもピンに向かってまっすぐ飛んでます。距離は見えた？見えないです。なんか見えなかったな。5番ホールグリーン上に来ております。高山選手約3ヤードほどショート、ピンまでは約10ヤードです。ナイスアプローチ。さあ谷田選手下りの目があるので目が右から左に流れているのでスライスラインになると思います。
っと打ち切れなかった、惜しい。でもナイスパーでした。ナイスパー、ナイスセーブ、ナイスパー。6番ホールパー4、前半のハンディキャップホールです。最初の池越えまで200、次の池まで255、フェアウェイは広いホールです。ナイスショー、多分ベストポジだと思います。ここからフェードかかってフェアウェイだと思います。谷田選手第2打目、148ヤード7番アイアン。ちょっと引っ掛け気味、グリーン真ん中にナイスオンです。高山選手残り137、第2打目ですが、前の変な形をしたパームツリーが行き手を遮っております。パームツリー感を抜くのか、右からドローで攻めるのか。右から行きましたが、ドローがかからずに右グリーン右バンカーです。高山選手6番ホール第3打目バンカーショットです。右から左へ曲がるラインのバンカーショットです。セーブできるか。おお、入る入る、おお、ナイスショー、素晴らしい、見事のバンカーショットでナイスハンドセーブでした。谷田選手はグリーン中央にオンしています。しかしながら下りのかなり曲がるスライスパットです。さあ曲がり具合を読み切ってバーディーを取ることができるか、難しいパットです。ちょっと弱いか、70センチほど残ってしまいました。これもまだ下りの簡単ではないパットが残ってしまっています。ナイスセーブ、ナイスパー。7番ホールやってまいりました。谷田選手安定しております。イーブンパーを続けております。左ドッグ、ちょっと引っ掛けてしまいました。セカンドはちょっとスタイミーになりそうです。高山選手ナイスショット、フェアウェイど真ん中ナイスショットです。谷田選手初のピンチが来ています。前の木がスタイミーになっていますが、打つことができるか。お、うまく低いドロー気味のボールで、グリーン左エッジまで行ったナイスショットでした。ありがとうございます。フェアウェイど真ん中からの2打目です。158ヤード6番アイアン。ピン右に向かって飛んでいっています。グリーン右にオンです。まあまあオンだな。谷田選手セカンドショットスタイミーポジションからの木の間を抜くドローショットで、低いドローショットでここまでやってまいりました。寄せはパターになるのか、パターを選びました。約20ヤード下りの
スライスライン、スーパットでまとめることができるか。ナイスタッチでこれもパー確実です。さあ高山選手、約5メートルの、フックラインでしょうか。そのフックラインの曲がり具合を読み切ることができるか、一つ取り戻すことができるか。大事なパットです。ナイスタッチでありましたが、フックラインを読み切ることができませんでした。ナイスパー。さあ谷本選手、パーパットです。ナイスパー、ナイスセーブ。さあ谷本選手、パー3やってきました。178ヤード、3段グリーンの一番上の難しいピンポジです。ちょっと右に出てしまいました。3段グリーンの一番低いティアに乗っています。次のパットは大変なパットになってしまいました。さあ高山選手、3段グリーンの一番上のティアに乗せることができるか。フェードかかるか。フェードがかかってキックは、おキックはフレンドリーキックで近づいております。バーディーチャンスです。お一打取り戻せるか。さあ谷田選手、8番ホールパー3、このように1段真ん中、2段3段目に今日はピンが、設定されており、このマウンド越えの寄せとなります。かなり難しい寄せになります。ふわっと上げてピン手前 6-7メートルに落とすことができるか。かなり難易度のいるショットです。おお、ナイスショー、素晴らしい。谷田選手、素晴らしい寄せで1メートルありませんが下りのラインを残しており、このパットは OK パットではありません。簡単なパットではありません。さあ最終的に乗り切ることができるか。下りに、超下りのスライスライン、触るだけのパットです。あ、難しいラインでした。前週ボギーとなってしまいました。今日初ボギーです。高山選手はスーパーショット後のバーディーパットですが、このパットも下りで難しいパットです。簡単ではありません。 OK バーディーではありません。ん、読み切ってナイスバーディー、ナイスバーディー。さあ9番、前半最後の9番ホールパー5になってきました。パー5で2人とも取り戻してイーブンで終わりたいところです。左ドッグです。フェアウェイ右目にボールをキープしないとスライミーになります。チャイニーズマザー、
願いします。ありがとうございます。さあ第2打目しっかり200前後飛ばして、ナイスショー、ナイスフェイド、ど真ん中、素晴らしい。さあ谷田選手、ここは200ヤードフェアウェイに戻して3打目勝負としたいところです。ちょっと左に引っ掛け気味ですが、木にも当たらず、ラフ、左のラフなので基本的には問題ありません。第3打目です。91ヤード52度で、さあバーディーチャンスにつけることができるか。ちょっと暑すぎたか、ちょっとショート気味。72ヤードです。さあ谷田選手、バーディーチャンスにつけることができるか、イーブンに戻せるか。左側に向かってますが、バウンドは、左から右に、下っているので、距離が合っていればナイスショットだと思います。さあ竹山選手、第3打ちょっと厚く打ってしまい、ショートしてしまいましたが、しのぐことができるか。スライスラインのアプローチになります。ちょっと短かった。さあ谷田選手、下りのスライスラインを読み切れるか。バーディーパットです。入ればイーブンパー。読み切るか、読み切れるか、わからない。ナイスパーでした。高山選手しのげるか。見た目はフックラインですが、目が右から左に来ているので、ストレートでいいのではないかと思います。ナイスセーブ、素晴らしい。